えー、おはようございます、す。後藤です、えー、今日はですね、えー、後ろにタオルが引っかかってますけども、あのー、これ、あのーえーと、あっち側、えー、こっち側じゃなくてあっち側にあのエアコンがあるんですけども、このエアコンの風が当たってタオルが乾きやすいっていうね、えー、ちょっとした小技なんですけども、えー、今日はですね、 えー、タイミングについいいいててお話していきたいと思います、えー、なんで今日はこの話をしていくのかと意図ですね、えー、結構多くの人がですねこのタイミング、えー、例えばダイレクトメールを出したりとか、えーまあ、広告出したりだとか、えー、そういうタイミングですね、えー、これはですねお客さんの買いたいタイミングとかこっちの売りたいタイミング、えー、そのあたりでちょっと、えー 間違ってる、えー、考え方をしているので、今日はこの話をしていくんですけども、えー、これどういうことかというとですね、えー、例えば、えー、1個の、えー、ダイレクトメール、えー、キャンペーンをやるとして、新しい商品サービスできましたよっていう、えー、はがきとか手紙をですね、お客さんに出していきますね。出して、例えばまあ、えー 100通出しましまで、えー、3人の人から、えー、注文がある3人の人が購入してくれたっていうことはこれ、えー、反応3%の反応があったっていうことなんですけども、えー、これで終了してしまう人が、えー、とても多いですえー、これあの何ていうのかなあのお客さんの買いたいタイミングっていうのがあるんですね えこっちの売りたいタイミング例えばまあ月曜日、えー、第1月曜日に発送して、えー、次の日火曜日か水曜日に到着したとしてその日にお客さんが開封して、えー、3日以内に注文が入るでそのは、えー、火曜日か水曜日にちゃんと開封して3日以内に注文を入れてくれる人これは、えー、その人がそのタイミングで買いたかっただけの話なんですね。 だからこっちが売りたいタイミングで出したことに対してお客さんの買いたいタイミングが合致する確率がその3%に入るわけですね。なのでこれですねお客さん買いたいタイミングっていうのはいろいろです。例えばたまたまお金がなかったとかたまたま出張で家にいなかったとかですねそもそも開封されてないとかですねあとは家族が勝手に捨てたとかね 実際ありますん、ね、で、そうのも。なので、そういうことを考えたとしたときに、えー、それをね、えー、100人出して、3人が反応した。で、残り97人に、もう一回出してください。もう一回出して、えー、出したらですね、不思議なことにですね、えー、2人ぐらい帰ってきます、また。これあの、なんちゅうのかな、結局その、 2回目の注文で入った2人っていうのは、えー、タイミングですね、まあ、そもそも見てなかったかもしれないし、お金がなかったかもしれない。なんで、その、えー、不思議なもので、えー、同じぐらいの反応が返っています。なんで、これあの、まあ、ダン・ケンリーとかも言ってますけども、えー、3ステップですね、3回送れって言いますね。3回送ったら、 えー、ほぼ、まあ、多少、多少、まあ、僕の経験の多少減っていきますけども、まあ、ほぼ似たような反応ですね、が返ってきます。なので、これぜひですね、えー、試してみてください。えー、もし、あの、えー、最近ダイレクトメールを出して、まあ、そこそこの反応があったっていうんであれば、えー、もう一回。 全く同じ残ったリストにですね100を送って5を返ってきたんであれば残り95人ですねもう1回出してみてくださいでそれでまた変え同じような反応があった場合またもう1回3回ぐらい出してみてください、えー、そうすることによってですね何、えー、て言うのかなまあダイレクトメールの、えー、反応ですね、えー、お客さん購入してくれるお客さんっていうのが増えていきますんで ぜひやってみてください。でそんな感じで今日は、えー、タイミングですねこれについてお話ししていきました。ではまた次回。